はい、どうも、てこしやでーす。さあ、今日なんですけども、まあ、みんな大好きな企画をやりたいと思います。単純です。激辛食いますっていうね。もう単純なもんですよ。お店に行って食べたりとか、いろんなこう、激辛フェス行って食べたりするのもいいんですけど、やっぱりこの動画見られた方が、自分もね、チャレンジ、まあ、して、できるというね、方がいいなと思いまして、こちらに行き着きました。ペヤングの焼きそばですね。はい。こちら普通に僕はネットの方で注文したんですけども、多分おそらくコンビニでも売ってるかな?売ってると思うので、激辛強いよという方は、ぜひチャレンジしていただきたいんですけども、まあ、僕も言っても激辛大好きなんですよ。辛い辛いと、半端ないっていうレビューが多かったんで、いやいやいや、手越優也の前で、その辛いはまあ全然通用しないでしょうっていうのをね、ちょっとやってみたくて、この市販のペヤング焼きそば。で、これが、なんか普通の3倍らしいんですよ。で、こちらが6倍かな、多分普通の6倍なんですよ。で、一番これが辛いらしくて、これが12倍らしいんですよ。12ってなんだろう。普通の焼きそばのかける12ってのは俺よく意味がわからないんだけど、言っても、まあ、これはまあ3倍序の口ということで、今日はこっち2つでいいんじゃねえかなと思うんですよ。まあ俺1人でやろうと思ったんや。1人で回してさ、ガラガラガラなんてやろうと思ったんだけど、仲いい友達が遊びに来てるんだよ。みんな大好きなやつなんだよ。うん、イケメンだね。みんな好きでしょ。美女とイケメンは好きでしょ。どんな人でも。じゃあ出てきてもらえますかね。カモンアサヤ、お願いします。イエーイ。というわけでバンダリアサヤくんでーす。アサヤはね、まあ、いろいろモデルだったりとか、はい、俳優業とかもやってますけども、実は僕がキャプテンのね TGS っていうサッカーチームがあるんですけど、最近もずっと参加してくれていて、で、アサヤの周りの友人とかも参加してくれてるんだけど、22歳で若くてサッカーもそうですし、ご飯行ったり飲み行ったりとかっていうのも含めて後輩 でしかもやっぱイケメンでいいやつなんで、今日ね家に来るということで、ごめんね、何も言ってなくて。そうですね、いきなりこれだったんでまだ座って紹介してくれてるの嬉しいんですけど。そうだね、急に激辛みんな、まあ、もう分かりますもんね、読まなくても。え、これ食ったことないでしょ。ないですね。激辛は大好きです。あ、ほんと?言ってもこれコンビニで売ってるぜ。トン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 。コンビニで売ってるレベルだから、全然いけちゃう。だからこれもうリアルを提供したいんですよ、テゴシアチャンネルは。はい、なんで、正直この視聴者の皆さんは、のた打ち回ってガラガラガラいっていうの見たいかもしれないけど、実際食べても全然余裕だなだったら、もうそれで、それが答えです。芸能人とかタレントって、ハート強くなきゃ、メンタル強くなきゃ、やっぱりやってきませんから。そこでやっぱりね、違うぞと。俺らパクってよっていうのを見せますから。じゃあ作りますか。はい、作ろう作ろう。かけるぜ。なんかソースのさ、色ととろみが血みたいなね。血のりみたいな。血のりみたいよ。こっちがでこうよ。これ6倍12倍なんだよ。まあ倍違うんですね。これが辛いの?これよ。全然色も普通じゃない？見た目はそんなに両方一緒だ。変わらないね。じゃあ俺まずいっちゃっていい？はい、はい、いただきます。あ、そうですね。辛いですけど、うん、僕も食べれます。美味しいよね。美味しいレベルの範囲内の辛さ。汗でとりあえず生きる量いっちゃっていいよ。はい。はい。いや、とりあえず生きる量いっちゃっていいよ。でも食べたいですよね。あ、全然全然残ってる。俺一応昼飯すっ飛ばしてるから。一応腹は空かしてるんだ。でも食べます。熱でも。企画知らなかったから汗は。気してんなと思ってた。俺は企画してたから争いなのよ。準備してたのよ、ちゃんとその汗かくだろうなと思って。おお、早っ。うん、ごさした。ああ早い。ごさした。汗かいてきた。わかる、これもう汗かいてるでしょうか。
汗が。はい、というわけで、かける6、まあ、3段階僕が買った中で2番目の辛さのやつは軽くね、はい、完食できました。全然食べれます。全然食べれるね。じゃあ、いく？いきましょう。どうぞ。急に。いや、朝谷くんが作ってる。もちろんそうですね。そう、先に安全確認を。そう。さっきのもう倍ですよね。倍。行くね。いい噂や。あら。嘘。結構上がる？いやもうどうもまひってるんですけど。うん。辛いですね。辛いです。辛い。辛いです。汗すごっ。すごい。うわでも辛っ。辛いんだ。いきます。いただきまーす。辛いね。どうする？一旦行きます。行く？いきますか。俺もいけるよ。いけるとこまで僕、アンカーで。アンカーで。じゃあ、いきます。最後ちょっと。汗やば。食べて、飲み込んだ後のこの口の、なんだろう、ダメージ感。ヒリヒリ感がちょっとやっぱレベルが1個ある。はい。辛いわ、でも。やばいですね、これ。休憩したくなりますよ。なんとなく俺に近いだけなのにな。一回壊されてな。じゃあ俺行こうか。はい、ちょっとお願いします。結構伸ばしたね。じゃあ行こう。食べれることに感謝をしてね。口の中をちっちゃい鬼がツン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 してる。ツン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 してるんだよ。ちっちゃい鬼が。あ、そういうことか。パッケージ通りだね。よくできたもんだね。考えたね、パッケージ作った人もね。うん、ペヤングの。サウナ入ったみたいでしょ、俺。びっちょびちょでしょ。伝わります。伝わる。一番辛いかもしれないです、これまで食べてきた。じゃあ俺、決着つけるよ。いやすか。おー、すごい。いきます。いきます。ごめんなさい。いや、すごい。いや、すごい。いや、美味しかったっす。ごちそうさまでした。すごいです。抜けねえ。喋っといて。あんたのチャンネルだよ。あんたのチャンネル。でもこれであのなんか激辛漬けでこう食べれるっていうのがお互い分かったんで、なんかいろいろ食べに行ったりもしたいですけど。そうね。買っていいかな。締めいけます。これ皆さん楽しめるんで、辛いの強いですよっていう人はね、ぜひね、ちょっと試してみてほしいです。完食はできました。僕は、手越しギアと朝やバンダイ朝やは完食ができました。今後も出てる朝や、直接。あ、もうぜひ。朝や自体も、YouTube やってると思うね。そうですね、僕も今年から。うんうん。ちょくちょく、チーム手越し、そして手越しやチャンネルも、この朝やもね、出てくれると思いますので、はい、また激辛なり、スポーツなり、いろいろチャレンジしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも、我こそ激辛猛者だよっていう人は、やってみてください。というわけで、この動画良かったよーという方は、高評価そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いしまーす。というわけで今日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、デイ！